1.0 ハイターリブル。おい？どうしておうとしてんだよリブル。何か食べ物でも当たったの？最近ぐるりぐるりしてなかったので久々に会ってみたら、目が回っちゃいました。虫って三半規管あるのか？顎期体勢はすごいのに回転体勢が下がってたとはな。ぐるりぐるのくせに目が回るなんて落ちるところまで落ちたもんだね。そこまで言うなら散るのもやってみろよ。ぐるりぐるり。頼むから散るのまで吐くなよ。おい？ちょちょちょ私の近くで吐くな。お見苦しい場面がございました。二人ともマシになったか？もう大丈夫でしゅ。準備万端だよ。で、今回やるゲームはもちろん休憩枠なんでしゅよね。そうだぜ。ただ、あの方からサイドファンゲームが届いたので、本来予定していたゲームではなくなったぜ。え？ファンゲームってことはまさか。またあたいが主人公なの？とりあえずタイトルいくか。え？呪いの館って？いや、あの有名な方のゲームじゃないのぜ。呪いの館パロ的な？いや、全く関係ないのぜ。ガスヤバさんのファンゲーム第2弾ってことだよね。作るの早いでしゅねー。デカロードの部分が。ビールかー。いいんだよ。グリーンだよ。それきりんや。おや？この社会には変革が必要だ。だが変革には犠牲を伴う。どっかで聞いたことあるような。まあいいや、始めるよ。ここどこですかね？まあちょっと探索すれば元の場所に戻れるかもしれませんから行きますか。今回は私が主人公なんでしゅね。なんだよー。あたいが主人公じゃないのかよー。毎回散るのばかりなわけないだろ。なんか文字がかぶってましゅね。青木を極めている途中の虫。途中どころか十分極めてるだろ。相談したら変な文字が表示されたね。F7H アイコロネン。ちょっと何のことだかさっぱりでしゅ。おそらく早く逃げろってことかと。ああ、そういうこと。今回も逃げゲーなのかな？一部そういうシーンはありますぜ。よく見たら私のレベル、殺し屋でしゅね。SP も殺し屋だぜ。殺し屋とかサイコリブル。サイコリブルちゃうわ。サイコポイントで SP かな？サイコは英語で PSYCHO だから、ちょっと違うな。スキルは超ギリ覚えているようでしゅが、HP 重消費するみたいでしゅ。装備は何をつけてるの？ヘビーマシンガンって。ヘビーマシンガン。メタルスラップ。頭が。まあたまりささん懐かしいタイトルを。デカステータスの変動値ぶっ壊れてるんですけど。数字が名前のところにかぶさってるよ。魔人の手袋。魔人がつけていたと言われる手袋。なぜこんなものを持ってるんでしょうか。翼の説明文は値の時と同じね。ステータス確認はここまでにして先進みましょう。花だ。地面に生えてる花、調べられるんだな。私は全然気づかなかったぜ。虫妖怪としては真っ先に花が気になりましたね。草に草を生やしてはいけない。ただの雑草にもテキスト用意されてるね。草はどうやら全部草が生えてしまってる模様でしゅ。真ん中の花だけ草扱いなんですけど。花ちゃんなんちゃんだ。うっちゃんなんちゃん的な。周辺の花や草は大体調べたので、ヌコ様に話しかけてみましゅ。ヘイユー、ミートバトルしないかい？の、ノリノリ猫とやらガルーゴでバトルを申し込んできましたけど。お？まあ大丈夫だよな。戦ったらどうなるのかな？意外と超強かったりして。ちょっと勝負を挑んでみますかねー。え？この滝へ、ヌコじゃないやん。犬やん。BGM が TOD で草。言われてみれば確かに。とりあえずオラオラで行くよ。ダメージ強すぎない？オーバーキルすぎるんだよな。やるねユー。じゃあ俺は消えるぜ。あれ？ノリノリ猫じゃなくてリンゴ猫だったの？戦闘を断った時もリンゴ猫に変わってたぜ。今回は戦いの練習用にいただけなのね。で、でかい家でしゅねー。おっきな？木造家屋のようでしゅ。窓がなくて不気味だねー。え？ビビってんの？さすがにこれくらいでビビるわけないでしょ。中に入りますか？ダークドナルドリブルは怖いわ。うえ？何この部屋？玄関入っていきなりクマのぬいぐるみだらけだって？まあ気にせず進んでいけばいいのぜ。いやいや絶対気になるでしょこんなの。どれかのぬいぐるみだけ調べられたりとかしそう。あれ？人間だ。こんなところに来るなんて。不運だね君も。やっと話しかけられた。ここで帰りたいんだったら元の場所に戻すけど、どうする？え？帰れるの？了解。さ、先にセーブしてから試してみましゅ。そのまま帰宅エンドってことかな？ではお願いしてみましゅ。あいよ。そのままタイトル戻っただけ。エンディングですらないのぜ。おじけづいた人はここで帰れるシステムだね。いきなり雰囲気変わりました。なんかたくさん殺されてない？床に穴や傷もたくさん。でかい今流れてる BGM、ファンゲーム第1弾のおまけで流れたのだね。シンラカンパニーの曲だったな。あ、それでしたか。FF7 なんて相当昔にやったから忘れてたんだよな。あ、そういやリメイク積みっぱなしだわ。なんかいるよ。何かの気配を感じる。人、じゃないな。3メートル近くはあるんじゃないかこれ。僕の名前はデバクンタ。侵入者はやっつけたい。僕の自慢のこの腕で、簡単に1000番ご飯。この家の主でしょうかね。よしでーきた。クマちゃん一緒に食べまちょねー。
クマちゃんってどう見ても人形じゃん。人形じゃなくてぬいぐるみ。間違えました。ボス戦の予感がするので一旦セーブしておきましゅ。こら、入ってきたダメでしょ。あ、ボス。バッドエンド2、バレた。戦闘にすらならず即死で草。よし、食べ終わったぞ。え、食べ終わった？バグってて草。あ、もしかして時間経過で食べ終わる感じなのか。ところどころで進行不能バグもあったりするが、その点は後で教えるから安心してくれ。てか死んだ時にタイトル画面に戻ったのにどうしてイベント進んでたんでしょうか。よし、食べ終わったぞ。おそらくだが、死亡イベント時にタイトルマップへそのまま移動しちゃってる説あるかな。ウジタで死亡イベント作るときは、こんな感じでイベント制御でタイトルに戻るようにしないとフラグがうまく初期化されずにバグることになるぜ。マリサさん何作ってるんですか。ジョキクラ実演するとこんな感じ。ちょちょちょ、値が5秒後に死ぬだって。チルノに話しかけてチルノのセルフ変数を1加算し、並列実行で5秒後に爆発音を鳴らしてるぜ。ひどいことすんなよマリサ。ちょちょちょ、めっちゃうるさいって、しかもあぼきサイレンまですんなし。ちなみにチルノに話しかけた直後、すぐに先輩に接触することでチルノのセルフ変数をゼロに初期化するようにしてるぜ。こうして疑似的に勝手に爆発しないようにすることも可能だぜ。この場合は私が動きして死ぬだけなのね。先輩の細かい処理内容はざっとこんな感じだな。ちょっと脱線しすぎてない？思いっきり脱線しちゃったな、申し訳ない。ぬいぐるみに話しかけてみましゅ。さっきいた俺の主人なんだけど、俺らに喋る能力をくれたのはいいんだが、物は食べれないんだよな。まあ俺らは喋れるだけでいいんだが、少し飽き飽きしてきたんだよな。そうだ、あんた強そうだし、倒してくんない？と言ってもさすがにあいつを倒すのは無理だろうな。この前あいつに逆らった奴がいるんだが、問答無用でボロ雑巾にされてたよ。あいつの力は魔力依存だからな。無尽蔵の魔力がどこから出ているのかが気にはなるな。さっきのゴーレムみたいな奴に見つかったら瞬殺されちゃいますからね。リグルのぶっ壊れステータスでも到底かなわない相手なのぜ。キッチン部分は何もない模様。次行きましゅ。何この部屋。やけにうねうねしたカーペットが敷かれてましゅね。さ、こが、寝室に入るな。あ、ボス。ひどく。タワが。カーペットからはみ出すと死ぬぜ。バッドエンド3、警報。そういやバッドエンド1ってないの？全部で5つエンドがあるとのことみたいだが、私が確認したのはバッドエンド2、3、ブルー、グッド、ラフアウトラウドの5つだったな。第1弾の時みたいにバッドエンド1は闇に葬られましたか。よしよし、これで寝室は突破でしゅよ。ドアが3つあるね。おいおい、開かないわこいつ。この先関係者以外立ち入り禁止ハート。左と真ん中のドアは開かないみたいでしゅ。右のドアに入っていきましょう。リグル注意だぜ。次のドアに入った後、すぐに戻らないように。うわ、たくさんいましゅね。めっちゃ敵らしき奴らがいましゅ。ちょちょちょ集まってきた。てか戻るとどうなるの？進行不能に陥るぜ。あ、わかりました、気をつけましゅ。やっぱ強すぎるよねリブル。しかもレベルアップしたんですけど、ステータスの上がり幅もとんでもない。そういやオラオラが2種類用意されてるのは何か意味が？上から2番目のオラオラが最も威力が高いとだけ言っとくぜ。メタルスラップのマルコリブルやめろ。次はドロップキックでも試してみましょうか。そうーれ。やっぱリブルは男だったか。男ちゃいましゅ。とまあ、軽くザ子供は片付けました。グリフォンが何匹束になろうと私には勝てないのでしゅ。グリフォンって結構強いイメージなんだけど。すまない、この先に通すなと言われているのだ。ちょちょ、さすがにこれは強そう。相手が悪いんじゃないの？オラオラで行きましゅ。ちょ、もう半分くらい削れちゃった。リブルにはドラゴンですら叶わないのぜ。これでどうよ。手加減してあげなよ。ふふ、ふふふ、すまないな。我が主の命令でここから離れられなくなってしまった。私はもともとただの人形だったのだが、謎の力でこのような姿となったのだ。私もそろそろ守るのもめんどくさくなっていたのだ。ありがとう。あら、逆に感謝されましたね。あのゴーレムみたいな奴に無理やり守らされてた？この先に何が、死体ですか？急にグロくなったね。バラバラにされてる人もいましゅねー。お腹が糸で縫われている。この死体、まるで骨と内臓を抜かれて空気を入れられたかのように膨張してましゅね。元ネタわかんないけどやばしゅねー。何の変哲もない頭と見せかけて、頭がでかくなって突進してくるかもしれない。しかも金網に囲まれて、頭ないけど。この独特な言い回しはベルズさんの作品を参考にしてあるのかな？頭に入っている切れ目が糸で縫い合わさっている。頭を切って殺したんですか？いやでもそれなら血はついていないはずでしゅよね。前もそうだったけど調べる箇所でセリフ変わるの細かいでしゅ。足だ。さすがに100人乗っても大丈夫ではないだろう。稲葉物置。頭が、胸元に、気持ちよすぎだろ、と書かれたワッペンがついている死体だ。このワッペン、まさか違いましゅよね。完全に音輪っか大好きな人が殺されてましゅやん。友達に仮面ライダーがいそうな婦人警官だ。銃のホルダーには霊を倒せそうな銃が入っている。仮面ライダーネタと霊光銃ネタ合わせた感じでしょうか。
霊光銃で挑んでもゴーレムは倒せなかったか。あいつって怪異なのかな。まるで部下を守ったけど結局は死んでしまった団長のような死体だ。これは鉄血ネタらしいな。片足のない死体だ。片腕もなければどこぞの会長になりそうだ。片足片腕のない会長ネタはわからなかったな。帽子で隠れていてよく見えないが、弾数が無限になりそうなバンダナを頭につけている。無限バンダナでも奴には勝てなかったか。お腹を刃渡り数センチの不審、鋭利なもので切られた跡がある。ロストワンの王国の出だしの歌詞を言いかけてる。では左上の黒い鉄球みたいなの調べてみましょう。この爆弾、もしかしたらさっきの左の扉を壊すのに役に立つかも。爆弾を手に入れた。地球爆発落ちが待ってるとか言わないよね。説明文は？爆発落ちだけは嫌だ。まるで私が言うことを予想でもしてたかのような文章。リブルが考えることはお見通しなのかもしれないな。この爆弾で、鍵を壊す。物理的に破壊でしゅ。そんな大きな音立てちゃったら気づかれそうだけど。何か物音がすると思ったら侵入者だったか。マジでバレた。まあ、あの死体を見たってことは逃がすわけにはいかないんだよね。逃げなきゃでしゅ。さあ頑張りたまえ。何ぼーっとしてんの。急に始まるとは思ってなくて。今回はちゃんと逃げ切りましゅよ。5秒以内に決めろ。え?5秒以内だって。左か右どっちでしょうか。考えてる暇ないよ。直感で行くしかないよ。じゃあ左にしてみましゅ。ちょちょちょたる。これを使えば。あ、何かするようだよ。やーい、こっち来てみろ。アロバンバ。たるごときでゴーレムの突進を防げるわけないだろう。今度は右行くもんね。部屋が続いてるね。どんどん逃げろ逃げろ。開かない。さあ鬼ごっこも終わりだよ。マジですか。これはやばい。マリサがリブルがいつまで経っても帰ってこないっていうから探しに来たんだけど、どこにいるんだろ。あら、主人公がチルノに変わっちゃった。ここからはチルノに変わってくれ。お、あたいの出番なの。やったね。チルノの肩書き、三ツ矢サイダー、レベルは5か、ごめんね。なんでリブルだけ最初からレベル5648もあったのよ。早くリブルを助けに行ってあげろのぜ。レベル5程度で助けられるの。うっせえ。ここやばいよ、キルノ。あら、まさかのリューチルいるんだ。一応前のやつから続いてるんだね。なあキルノ、この人形たちに何か見えるか。いや何も見えないけど。この人形全部一人かくれんぼで使われた人形だよ。霊が入った跡が全部にある。右上の人形はまだ入ってる。え、これらのクマのぬいぐるみ、まさかすべてラリックマでしたか。なぜこんなにたくさん一人かくれんぼで使われたぬいぐるみが集められてるのかは知らないぜ。いや、ちょうど10分前に G でふんでふん、虫妖怪がここを通っていったよ。こいつ、私のことGだと思ってたのかよ。まあまあリブル気にするなって。気にするに決まってんでしょ。ここ、結構自爆霊っぽいのがいる。ユーチルが自爆霊いるってさ。チルノはレベルが低い分、ユーチルと協力してステルス行動でもするんでしょうか。最強の値がこそこそするわけないでしょ。その部屋は何もないから次行くのぜ。へいへい。急いだ方がいいと思うぞ。まったくしょうがないなリブルー。アタイが到着するまでちゃんと耐えとけよ。どうせチルノなんか来ても役に立たないって。アタイを舐めすぎでしょ。あ、ゴーレムがいないから自由に寝室を探索できるよ。寝室に調べられるものはないからさっさと助けに行きなさい。真ん中と右は相変わらず入れないね。そんじゃ助けに行くよ。あ、途中までカットされたね。私はこの次の部屋にいるからさっさと来なさい。あ、チルノ、ちょっとこいつ倒しの手伝ってください。まあいっか。やっと駆けつけてくれましたか、キルノ。じゃあ二人で頑張って倒すのぜ。どうして逃走しようとしてんのよ、キルノ。逃走できちゃうバグがあるといけないでしょう。ビビってないで、キルノも攻撃するのでしゅ。別にビビっとらんわ。キルノは無駄無駄攻撃するのね。じゃあ私はオラオラで。なんだよこいつ、めっちゃ楽勝じゃん。やんやん、でもそんな簡単にはやられないよ。じゃあね。あら、逃げた。ふう、危なかった。やっとこの扉を調べられましゅね。どうすんのこの扉。殴る。脳筋だな。どんだけリブル脳筋なのよ。チルノも大概脳筋だぜ。それよりさっきのラッシュでアボ酷使しちゃった。あたいも同じく。てか、たくさん本棚あるね。いろいろ調べてみましょ。何をする気だ、という本がある。これは何のネタかな。これだけじゃちょっとわかんないね。行くぞ、武器も持たずに。という本がある。おや?キルノ、どんどん調べていってみて。俺のタックルはどうだ?という本がある。ちょちょちょ。リブルは勝ったようだな。完全にあれじゃん。あんた、ただの上院議員じゃ。という本がある。なんか繋がってるんですけど。一体何の話してんの?あたいにはさっぱりだよ。俺はスポーツマンだという本がある。そこらの政治家とは鍛え方が違うという本がある。俺の演説に感動したか?という本がある。上院議員を舐めんじゃねえ、という本がある。あんた本当に、政治家かよ、という本がある。アームストロング上院議員。頭が、どうだ俺の政策は、という本がある。あらゆる衝撃に対して一瞬で硬化するナノマシンという本がある。あいつ結構強かったでしゅよね。
気に入らない奴はぶん殴る、それが俺の目指すアメリカだ、という本がある。そんなことも言ってましたわ。俺が直接ぶちのめしてやる。すばしこいが決め。あ、本棚の横にまで仕込まれてたのか。またマリサさんおなじみ逃ししてる。一緒にされちゃ困るなという本がある。俺がその気になれば大統領だってぶっ飛ばせる、という本がある。何者だあんた？ふっふっふ、驚くのはこれからだ、という本がある。バカな、生クラが、という本がある。経済が悪化したのは、愛国者たちが消えたからじゃない、という本がある。お前たち 1% が富を独占しているからだ、という本がある。下の本棚はひたすら演説ネタなんでしょうか。お前たちも国家や企業のためではなく、己の思想のため戦う日が来るという本がある。俺はあんたを誤解していたようだ、という本がある。わかってくれたのか、という本がある。この時の上院議員の嬉しそうな表情が。私もつまらない戦争をなくしたいんだという本がある。かっこ誇りパンパンまで書かなくても。もうこの先はどう来るかわかっただろ。大体予想できました。よくわかったよ、という本がある。お前が本物のクズだってことが、え、という本がある。やっぱり、全然値にはわかんなかったよ。なんか悔しい。後でアームストロング上院議員の演説でも聞きなさい。わっかさん、53位、という本がある。上側の本棚は音わっかネタですか。音わっか？そういや切るのは知らずにやってたよね。わっか落ち着けわっこが熱いよーという本がある。あたい知ってるよ、オーラ解剖よって知ってるよという本がある。チルノさんはアルベドじゃないだろうなという本がある。チルノはアルベドだ、チルノはアルベドだ、という本がある。あ、なるほどねー、最悪だぜ、という本がある。チルノさんもアルベド族と一緒なんてよ、という本がある。アルベドってなんぞ。53位、ユーナのガードわっか、という本がある。キャラクター部門堂々の1位という本がある。なぜそこにいるのかさっぱりわからないわっか。おい、という本がある。結構好きなのかも、やめれー、という本がある。美しさ、儚さ、強さ、女性らしさがあって、自らの生まれを呪い世界を憎む男、わっか、という本がある。チルノも音わっかに出てるのにな。え、そうなの？アムロ、行きまーす。音わっかだな。アムロ行きまーすって音わっかにあったっけ？聞き直してみたけど、多分ないと思うな。ねえ、キモなわっかを、わっか、愛してる、という本がある。大概アルベドのせいにしてるような天使ですが、という本がある。エボルドは嬉しくなっちゃうとついやっちゃうんだ、みんなも一緒にやってみようよという本がある。食ったらねえ、なんだよそれ、バカバカしい、という本がある。なんで寺院に機械があるんだ、妖精はどうなってんだ、妖精はという本がある。お前ら禁じられた機械を兵器で使ってるじゃねえかという本がある。わかってんのか、神が生まれたのは人間が機械に甘えたせいだろうが、という本がある。金取んのかよ、クソったれ。きちんと寺院の裁きを受けてもらいたかった、という本がある。ティーダと散歩気持ちよすぎだろ、という本がある。あ、これが元ネタなんだね。ティーダと散歩気持ちよすぎだろ。何も知らないっていいよな。うん、散歩気持ちよすぎだろ、という本がある。ティーダと散歩気持ちよすぎだろ、という本がある。気持ちよすぎだろ、という本がある。最後の3つは気持ちよすぎだろでゴリ押しした感じでしゅね。さーて、最後に宝箱調べてみるよ。おや？どうしたんだリブル、そんな顔して。これ、小鳥箱でしゅよ。え、ちょ、ま？本当でしゅよ。しかも8階、なんで8階があるの？なんでこんなものがここに？わからないでしゅが、鍵がかかっていたということは、隔離されていたかもしれませんね。じゃあこれはあのデカブツにぶつけたらいいんじゃないの？それはいいかもでしゅね。でもどうやって持っていきましゅ？今度こそ遊んであげるよー。って何しているんだい？来てしまった。もう来ましたか？ん？その箱は、ああ、早く離れた方がいいと思うけど。え？え？爆発した。8階爆発しましたけど。まあそりゃ自分が近づいたから爆発するよね。いやなぜ。まあそんなの関係ないんだけどね。だって、君たちはもう袋のネズミなんだから。やるしかないようでしゅね。ちょ、またこいつと戦闘かよ。何度私らに挑んでも無駄でしゅよ。ちょ、あれ？あらや、戦闘中にメニュー画面開けてしまうバグが。メニュー閉じて普通に戦うよ、キルノ。よ、了解。サード等のラッシュクライヤーが。あべし、死にたわ。ちょちょどういうこと？いや、強すぎでしょ。こいつ本気じゃなかったのかよ。本気出すとこのぐらい強かったんですか。じゃ、バイバイ。勇敢なジート用勢よ。ついてよな。ひどく、ブルーエンド、この始末。私もキルノも見事に粉砕されちゃったんでしゅが。はい、ブルーエンド到達おめでとうございます。今回はグッドエンドはありません。多分大体の人がこう思うでしょう。え、こんな状況でも入れる保険ってあるんですか？あります。というかないと罪ですよこれ。完全に別格ですもん、私の強さが。まあとりあえずグッドエンドの条件を。アームストロング上院議員の語録が書かれている本をすべて順番に、左下の本棚の下の列から右下の本棚の下の列、左下の本棚の上の列、右下の本棚の上の列、読んでから、上院議員を舐めんじゃねえ、という本を読んでください。そうすればグッドエンドへの道が開けるはずです。では、アームストロング上院議員の本棚が分岐に関わってるでしゅって？すでに順番に読んだ後でセーブしてるから、そのまま例の本読めばいいぜ。あ、了解。私を呼ぶのは誰だ？ちょ、急に誰かの声が聞こえてきたよ。なんだろうね。え？
今何か聞こえたような。私を呼んだのは貴様か。虫けらよ。どうしたリブル？今何か聞こえませんでしたか？いや何も。うん、ちょっと待って。どうした、ユージル？リブルが聞いたのも私も聞いていた。え？じゃあ幽霊の声を聞いたってことか？リブルは？あ、その幽霊が言っていたことが、私を呼ぶのは誰だ？私を呼んだのは貴様か？だと言っていたよ。どういうことだ？リブルはただ本の題名を呼んだだけだけど。それがトリガーだったんだろうね。本自体に幽霊のかけらみたいのが宿ってて、そのかけらを本の題名を読むことで集められて、そのかけらをもともと幽霊が宿っていた本の題名を読んで元に戻すことで、幽霊の自我が戻ったんだろうね。あ、そういうことか。理解したー。え、ゲームの中の値は理解したっぽいけど、値にはすぐに理解できないんだけど。私だけ聞こえたんですかね？いや、一応値も聞こえたぞ。ってことはどっちにも聞こえたってことですか？ちょっと聞かれたみたいですから答えてみますか？あなたは誰ですか？我が名は、アームストロング上院議員。とあるサイボーグにやられた。欲望にまみれたサイボーグよ。どうしてアームストロング上院議員と喋れてるんですか？さて、もう一度聞こう。私を呼んだのは貴様か？まあ、そうですね。私にかけられていた封印を簡単に解くとはな。え、封印？なんだ、知らずに解いたのか。私にはもう二度と復活できないよ。私をかけらにし、違う本一つ一つに、同じ封印の術を組み込んだのだ。そして封印を組み込んだ本を、過去に送り、誰も封印を解けないようにしたのだ。なぜそんな封印が解けたんでしょう？貴様の体に愉快、その名も救う者。貴様はまだその救う者を物にはしていないが、その救う者の力を無意識に使い、封印を消したのだろう。急に怪異、救う者が出てきた。救う者。ああ、そうだ。しかし、貴様はこう思っているだろう。その封印を解くぐらい強い怪異のはずなのに、なぜあの化け物をその力で倒せなかったのかと。そうなんでしゅよ。逆にそこまで強くて、なんであいつを倒せなかったのか疑問なんでしゅよね。答えは簡単だ。奴の中にも救う者がおり、奴はその救う者を物にし、貴様の救う者よりも強かったということだ。なんだって、いやなんですか、それチートじゃないですか。確かにそうだな。まあどのくらい強いかといえば、あそこにある小箱、その中に宿っている小鳥箱の最終段階、8回でも、奴が少し睨むだけで、破壊されるだろう。勝てる気がしませんね、それは。はは、確かに今の貴様では勝てぬだろう。だがな、一つだけ勝てる方法がある。それは何ですか？私と戦い。私を貴様の糧とすることだな。上院議員を糧にすんの？戦う？あ、そうだな。だが簡単にはやられんぞ。これでも西部時代の混沌を取り戻そうとしたサイボーグだからな。でも自分の救う者よりは弱いんでしゅよね。なんせ組み込まれていた封印を破壊できたんでしゅし。勘違いするなよ。私は欠片にされて封印されていたから元の力を出せなかったのだ。封印を解かれた今なら、救う者だって吹っ飛ばせる。とんでもない挑戦会に、ちょちょマジで出てきた。頑張って倒してくださいのぜ。なんだよこの筋肉質のおっさん。まあ適当にラッシュしてれば勝てるっしょ。こいつ体力多いでしゅねー。おいおい、なんで戦闘不能になってんのよキルノ。リブル、あとは任せたー。ザコキルノ、貧弱キルノ。嘘でしょ。本当に強いでしゅね。マリサさん、こいつ強すぎだって。まだ終わってないから。強すぎでしょ。うん？どうしたのユーチル？私と変わる。私がこいつをやる。大丈夫なの？大丈夫だ。心配するな。ならいいけど。リブル。どうかしましたかキルノ？まだリブルは救う者を物にしていないって言ってたよねあいつ。そうでしゅが。もし物にできたら、あいつに勝てるんじゃないの？でしゅが、どうやって物にすれば。心の中で念じるんだよ。救う者よ、我が力となれと。その間に、私はこいつをなんとか抑えとくから。わかりました。私の中に潜む救う者よ、我が力となれ。なんだ、我が主よ。お願いでしゅ、私の力となってください。私をか、面白い。ならば私を倒してみよう。あららマジですか。リブルの中に眠る救う者と戦うなんてねー。こいつを倒せばアームストロングを倒せる力を得られると。とりあえず一番ダメージ効率のいいオラオラで頑張りましゅ。我が怒りを食らうがない。400ダメージとはかなり強いよこいつ。でも間に合ったね。これで奴に勝てる？この私を倒すとは、さすがの強さだ。では約束通り力になろう。リブルは救う者を物にした。ふぅ、キルノ大丈夫ですか？大丈夫だ。なんとか耐えた。それじゃあ今度こそ行きましゅよ。あ、再戦でしゅね。今回の値はユーチルが表に出てきてるから強いよ。おや、ジャッジメントという技が追加されてまっしゅ。これ試してみましょう。神の裁きを下す。あら、オラオラより全然威力低いでしゅ。結局チルノの無駄無駄とリブルのオラオラで殴るのが最も効率的なので。わかりました。そんじゃ一気に行くよ。貧弱
やっとアームストロングに勝てました。ふっふっふ、久しぶりに熱い戦いをしたよ。では貴様の力となろう。リグルはアームストロングの力を手にした。今度こそ遊んで。く、そこの虫、なぜさっきよりも強い気配になってるんだ。まあいい、戦えばわかること。改めて本気でバクータとの戦闘だよ。よく見たらゲバクータになってる。おそらくゲバクータは5時だろう。まあいいや、とりあえず一番下の死にやがれ、お選択。って、あら？戦闘中なのになぜかキャラクター動かせちゃってるね。私もオビタをある程度触ったことはあるが、戦闘中にメニュー開けたり移動できたりするバグは知らないな。まあそんなことより。知らない奴はぶん殴る！お、一撃だね。一撃というより、本気でバクータの体力がいつもより低かったでしゅ。あは、なんて強さだ、まさかこの私がやられるとは。うん、なんか落ちてましゅね。グッドエンド、この後無事脱出した。よし、グッドエンドだよ。どもども、グッドエンド到達おめでとうございます。ではおまけ部屋に連れて行きます。グッドエンド特典のようでしゅね。猫が2匹いるよ。どちらかはガスヤバ猫かな。どうもどうも、ガスヤバでございます。ファンゲーム2段目ですが、どうでしたか？自分で一応バグがないかちゃんと遊ぶのですが、時たま思い通りにならないところがあるんですよね。そういう時は最初からやると思い通りになる時があるのでまあ大丈夫でしたが、ボスが硬すぎて役にストレスが溜まるというね。まあ作るのは楽しかったのでいいですが、一つ言うと、右上にある日記みたいなのは、ゲバクータが最後やられた時に落としたものです。あれ？ゲバクータなのかゲバクータなのかわからなくなってきた。ガスヤバ猫はゲバクータと言ってるのか。まあどっちでもいいや。なんか弾く？いろいろ曲聞けるみたいだけど、3番目のやつが。チルノのテーマ曲の題名はチルノ覚えてるよな？え？あたいの曲は？タイトル覚えてないや。え？おてんばこい娘だったよね。あ、そうそうそれそれ。でも今流れてるのってなんか違くない？一番目と二番目、曲名が楽になっておりますが多めに見てやってくださいのぜ。あ、やっぱり。じゃあこっちがあたいのテーマなんだね。そうそうこれこれ。こんないい曲持ってるあたいは天才なのだ。それよりデイダと散歩が非常に気になりましゅ。どんな曲なのかな？あの歌詞が頭を駆け抜けて。余計なことは考えてはいけないてかチルノ、変な動きするな。気持ちよすぎだろの時ってこんな感じの動きしてるんだよね。確かにしてるけど、もうやめましょ。最後のハテナハテナハテナを流しつつ、デバクータ、デバクータ、の日記でも読んでみるよ。何が書かれてるんでしょうね。丸月罰日、父が日記をつけなさいと言ったため、日記をつけることにした。ページが飛んでいる。父が言ってた、父はものすごい呪術師の家系だって。呪術師って何？呪術師の家系。振動の歌の節にケルートネタかな？父が言ってた、僕にはものすごい守護霊みたいなのがあるって、どんなのだろう？父が言ってた、僕についてたのは守護霊じゃなくて、怪だって、怪って何？その怪とやらが救うものだったってことでしゅね。父が、僕の中にいる僕の友達を倒しちゃうらしい。せっかく友達になったのに。父死んだ、母死んだ、みんなみんな死んだ、あはははははは。両親死なせちゃいましたか。これも多分節にケルートネタだよな。今日はずっと友達と話していた。でもそろそろ話し相手を増やしたくなってしまった。そうだ、友達に今度聞いてみよう。やばいこのタイミングで気持ちよすぎだろ。友達はいろいろな友達の作り方を教えてくれた。高齢術やら何やら教えてくれた。友達が言うには僕はものすごく強い霊力を所持しているらしいけど。友達たくさん作った。クマちゃんにドラゴン、他にもいろいろなもの作った。でも間違ったものも作っちゃった。名前は小鳥なんとか。小鳥箱作るのはやばいね。友達たくさん作ったけど、そのために使った人はどうしよう。まあそこに置いとけ、か。たくさんバラバラ死体あった部屋のことだね。新しい友達の材料来た。緑髪の女の子。どんな友達にしようかな。ここでページは途切れている。伏見ケルートネタと魔女の家ネタが混じった感じでしたね。いろいろ悲しい過去があったっぽいけど、結構やばいことしちゃってるから倒して正解だよ。てか最後の緑髪の女の子は私のことでしゅよね。危うく材料にされるところでした。奴がリグルを女の子と認識してたとは意外。男ちゃんは、とりあえずこれで全エンド達成かな。いや、まだ一つ残ってるのぜ。これで四つ目でしたね。そういや、五つ目のエンドはどこに隠されてるのかしら？私が案内するぜ。ここの真ん中のドアを何度も調べると入れるんだぜ。へえ、それは全然気づきませんでした。それでは最後のエンドを回収していきましょう。この扉、鍵ついてましゅが壊せましゅね。おら？おら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 。ほんとのウキンリグル。入れさえすればいいんだよ。グリーンだよ。中は本棚やらピアノやらいろいろ調べられそうね。先にあっちを調べましょう。とりあえずタンスから順番に調べてみようよ。なぜここに鉄格子の牢が？フローケセットが入っている。え、ナックが入っている。デバクータ何集めてんしか。自滅の刃が1から44巻まである。自滅しちゃ意味ないでしょ。自滅だけで44巻。え、ナホンが所狭しに入っている。
今まで捕まえてきた人たちから奪ったものなんでしょうかね。今はエツナ本持ち歩いてる人ってあまりいないイメージだがな。ビラックマが暖炉にくべられている。いや、これって暖炉ちゃうよね。私にはどう見ても悪魔像のようにしか見えませんが。アーサヒスーパードライの缶が置いてある。せめてテキストを枠内に収めましょう。読めりゃいいんだよ。グリーンだよ。どうやらこれはパソコンのようだ。調べますか。ノノノ、うまいぼーっと。多分これ調べたらエンディングになりそう。エリーゼのためにの楽譜が置いてある。メガ浮き出てきそうな壁がある。メガ浮き出てきそうな壁。チェーン、頭が、般若心経が全て書かれてある。仏説マーカー般若波羅蜜多心経。この URL の画像が飾られている。URL だけ載せられてもわかんないでしゅ。この URL を検索するとニコリン様の9万人記念ファンアートが出てきますぜ。ガスヤバさんが気に入っているため載せたとのこと。ビラックマが暖炉にくべられている。あ、これは完全にミスでしゅね。暖炉と悪魔像みたいなところに同じイベントが設置されてるのぜ。まあよくあるミスなのぜ。そういや他人の画像の URL ってゲーム内に載せていいものなんでしょうか。許可は取ってあるとのこと。あ、了解でしゅ。パソコンの壁紙がオキリブルだ。え？YouTube にアスドフゲームの動画がおすすめに表示されている。どうやらここの主人は無類のアスドフゲーム好きのようだ。なんでこんなとこに私たちのチャンネルがあるんでしゅね。あいつまさか。え、そんなこと言うってことはもしかして。ちょちょちょ来た。うわ。やっぱり、あなたはあのアスドフゲーム様のところのリブルさん。え、そうですけど。すみません、まさかそうだとは知りませんでした。ごちそうを用意するので、それで許してください。いいですけど、それ食べさせてくれた後、帰る道教えてくれませんか。もちろんでございます。さっさ、どうぞ食堂へ。ラフアウトラウドエンド、主人と一緒に食事。仲良く一緒に食事して終わっちゃった。なんだよ、ただの熱狂的なファンだったのかよ。いくらファンでも大勢の人をさらって人形の材料にしてるやつだから恐ろしいぜ。あ、まさか人間の肉を使用した料理食わされてないでしょうね。それは考えてはいけない。ということで、休憩枠としてガスヤバ様のファンゲーム第2弾、呪いの館をプレイさせていただきました。今回もネタだらけでしたけど、最後の本棚の部屋がまさかの上院議員ネタと音輪っかネタで埋め尽くされてるとは。おかげで新たなアボキ習得できたじゃないか。アームストロングアボキってどこで使えば。気に入らねえやつが出てきた時にいつでも使えるじゃん。なるほど。次回ある予定のホラゲで使える場面は、もしかしたらあるかもしれない。じゃあ今回新たに習得したアボキは無駄にはならないか。それにしても休憩枠のつもりが二人ともアボ思いっきり上がったな。無駄にアボ酷使するゲームでしたよほんと。またあたいのアボが上がってリブルに対抗できるように。チルノはアボきつくないのか？まさか何度もアボ壊してしまって慣れたか？そう言われてから急にアボ重くなってきたかも。マリサさん、できればもう一本休憩枠を。いやいや、次回は予定してるホラゲやるぜ。では最後にファンアートとファンムービー紹介になるぜ。ユキト様、セイ様、二代目シラスキング様、ヒマリンゴ様、柏餅様、ファンアートありがとうございました。残りファンムービー4本だよ。今回はちょっと長めでしゅ。アマネ様、リブルがいやらしいことだと私に指摘するも、それはアリスに聞かれていやらしいことだと誤解されるムービーありがとうございました。アリスさんなら勝手に脳内変換していやらしい意味に捉えるでしょうね。暇だな。そうだ。おーい、マリサさん、チルノー。なんだ？呼んだ？なになに？リブルが私たち呼ぶの珍しいな。少し暇で、何かいい暇つぶしありませんか？かくれんぼ、かくれんぼしよ。かくれんぼ、いいですね。マリサさんが何か言ってたけど、いいや。そうだな。で、誰が鬼役やるんだ？あたいは隠れたい。私も、逃げの方がいいでしゅね。私も逃げたいんだよな。まあ、ただ探すのがめんどくさいだけだがな。じゃあ誰が探すのさ。あ、皆さん少し待っててください。スターキスさん。何？実は、かくれんぼの鬼役をやってほしくて。やだ、めんどくさい。そこをなんとか。だがことは、やってくれるんでしゅね。ありがとうございます。いや、まあ、わかったよ。ありがとうございます。ということで、スターチスさんが鬼役を引き受けてくれました。はいはい、僕がやりますよと。わーい。スターチス、やる気なさそうだな。まさか、あいつ使うつもりじゃないよな。クォーツスプリット様、リブルたちとオリキャラがかくれんぼするようです。前編、ありがとうございました。怪症候群の実況でめっちゃアボキをしたリブル。いつものように永遠帝に行き、治療してもらった。もはやマリサには金がなく、約束手形をもらうくらいだ。霊夢のお賽銭も返していないが、大丈夫なのだろうか？そしてしばらく経ち、リグルの顎もほとんど治った頃、リグルは、面白いことを思いついた。そして、こっそり貯めていた貯金を使い、実行に移したのだった。大金持ってたのかよリグル。いやいや、これ別世界線ですから。アボキケース1。え？これは、ソロチャンネル、解説。まさかの怪症候群オマージュですか。午後9時。白霊神社。
霊夢さんのところにでも行くのかな？霊夢は、投稿した動画の確認をしていた。さてと、今日投稿した動画はどうなってるかしら？と言って、動画を確認する。すると関連動画の欄に、気になるものを見つけた。ん？何かしらこれ？アゴキチャンネル解説のお知らせ？サムネにファントムアゴキしたリグルちゃんが映ってるけど、まあ面白そうだし見てみましょ。そう言って、動画をつけてみるレイム。しかし、それを見たレイムは、大きく衝撃を受けた。サブちゃん立ち上げたの？ついに個人チャンネルを。どうも皆さん、リグルでしゅよ。この度は、私リグル、ソロチャンネルを開設しました。今日はその記念に、生配信で質問コーナーをやっていこうと思いまっしゅ。まずは最初の質問。何々どこで配信してるんですか？ここは私しか知らない地下室でしゅ。霊夢さんやマリサさんに見つかりたくないので、場所は伏せまっしゅ。さて、次の質問は何でしゅ？自称白霊の巫女さんから、機材揃えるのはいくらかかりましたか？確か50万くらいだったかな？だか働いたり霊夢さんからパクったりして集めました。バレたらやばいでしゅ。まあこれは視聴者さんたちだけの秘密ということで。霊夢は、これを聞いて激怒した。あの G 野郎マリサのこと言えねえだろが、一回素揚げにして G キラー噴射しなきゃ気が済まない。こうしちゃいられないと、霊夢はパソコンを閉じ、G 討伐の旅へ出たのだった。何やってんのリグル？アゴキケース1。エンド。別世界線の私はマリサさんのこと全く言えませんね。霊夢に金返してあげろ。あんたが言うな。ということで、いかがだったでしょうか？初めてのファンムービー制作でしたが、いい感じにできたと思います。制作に1ヶ月くらいかかりました。まあ初心者なのでそこは勘弁を。次もできたら作ろうと思います。ありがとうございました。自称マスターシルバ様、アゴキケース1、リグルのソロチャンネル解説ありがとうございました。イマムー様、ジョータローリグルバーサスディオリグルありがとうございました。スタープラチナリグルとザ・ワールドリグルもいるね。音声はついてなかったので動画のみでお楽しみください。今日はジョジョラッシュしすぎてアゴ痛めたよねー。また永遠って行かないといけないね、切るの。いやいや、この前直したばっかだから大丈夫でしょ。以上でファンアート及びファンムービー紹介は終了だぜ。これで休憩枠を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。どうもありがとねー。最強のアゴが手に入ったよ。